また松茸が入荷してきたんだね、今日は。これ岩手町さん、しずく石さん。これ岩泉ですよ。あ、岩泉のやつ、ええ、ああ、昨日の人か、ええ、香り濃いがけ、ええ、これが落葉もだし、なんだ普通は、なんだこのキノコの名前は。ね、これただ一般に落葉、落葉っていう。落葉、ええ、本源で落葉もだしだね。落葉もだし、うん、これは湯がいても傘って量が減らないっていう特徴があって、ぬめりがまた美味しいっていう。で、これは普通の畑しめじだね。これは普通の畑しめじですね。今日は頑張らなくちゃ。今日は始まりです。さあ、いっぱい入ってきたら頑張らなきゃならないね。だからこれ根っこが、小金、ね、ほうきもだしってほうきだけ根っこが大きいんだよね。で、黄色いやつと区別するときはこの根っこで区分けして、細いのは絶対食べちゃいけない。うん、いやいやいやって、バグローダシャー出ましたね、やっと。一斉に今年は遅えよな。いやー、かわいいこと、バグロねえ。うん、みんなして山さん行ってたっけ。で、こっちはバグローと、で、こっちがサンモダシ。こいつはサンモダシだね。そして、なんかここさいたな。あんやー、桜しめじ。何もかも言ってやる。だってこいつさ、咲くとき、列になってさ、出るんだ。こいつはこれ、ヘラネキノコだからな。そうなの、そうなの。だから、うん、ゆでこぼしてな、は、塩漬けも効くからね。いや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 、いいこと。ここさはなんだこれ、しめじっこいだじゃ、これ、ほら、ほら、あんやー、マホ、これだ、これ、こっちこっち、これだ。そしてこっちが、え、うちはどうせこれね、切ってれるからさ、うん、いやー、しめじ最高だ。いいよ、少し多くてもこれだけ俺食い。正式名称、裏場に固定しめじで、オラほどの芋のこじるとかひっつみじはこれが入る。このが、え、いいよ、大丈夫だよ。食う、それでもすぐねこった。うん。6人前だ、うちは。もっといっぱい入れていいよ。うん。大丈夫、大丈夫。うちは食うから。うちは食うの、大丈夫。ひっつみはうまいよー。裏紅ホテイしめじ、久々に見ました。いやー、釈迦しめじ。そしてこれはほうきもだし。こいつはマスだけ、酢味噌あえにして食いますね。あら、まあ天然の舞茸が入ってました。すげー。もちろん松茸あるけどね。いやー、嬉しいなー。